皆さん、こんにちは。私は今 JR 中央線の西八王子駅に来てるんですが、何これ？電光掲示板に表示されている列車。次の電車は各駅停車、塩津駅。塩津といって山梨県に入って割とすぐにある駅ですかね。いつもはただの途中駅。しかし今回はその塩津駅が終点となる列車が運転されるみたいです。そして今接近放送が鳴ったんですが、接近放送もめちゃくちゃ違和感ありますよね。今回は三鷹駅での信号確認の影響で中央線のダイヤっていうのが大幅に乱れていてね、その影響でもともと大月行きだった電車が塩津行きとして運転されるみたいです。でもこの塩津という行き先、40年ぐらい前までは定期で存在していたみたいですかね。現在では定期列車でこの行き先っていうのはないんで非常に珍しくなっています。中央線のダイヤが大幅に乱れた時にたまに見れるぐらいですからね。そしてやってきた車両っていうのは首都圏の中央線ではおなじみオレンジの E233系です。まあ、では今回はこの列車に乗って終点の塩津まで乗っていきたいと思います。そしてやってきた列車の行き先表示幕、これ行き先表示幕には大月と出ていましたね。確か中央線の E233系には塩津行きの幕も入っていたんですが、こう行き先表示幕は大月なんですね。いや、これはちょっと残念。どうせなら塩津行きの幕見てみたかったですからね。でもこれネタバレをするとこの後ちゃんと塩津幕を見ることができました。そして私は早速乗車で、これ反射で見えにくいんですが、車内の LCD っていうのも大月行きとなっていましたね。塩津行きっていうのは大月行き区間短縮したって感じなんですかね。これはもしかしたらこの後やっぱ大月まで行きますっていう可能性があるってことなんですかね。ちょっとわからないんですが、どうなんでしょうか。そして列車は西八王子駅を発車、ここから塩津までっていうのは30分ほどで着いたと思います。まあ、ではさっきも言いましたが、今回は終点の塩津まで乗っていきたいと思います。そしてこれすごい、運転席には運転手さん合わせて4人の乗務員さんが乗られていました。これ運転手さん合わせて3人ぐらいだったらよく乗ってることありますかね。これ4人ってなかなかないですよね。これもダイヤ乱れの影響でしょうか。そして列車は高尾駅に到着。そしてこの高尾までっていうのが中央快速線なんて言われてもする中央線の都会的な区間。この先は山間部へと入っていきます。そして高尾駅に到着してもまだ LCDの行き先っていうのは大月行きのままでしたね。そして列車はドアを閉めたんですが、なかなか発車しないな。そして列車は高尾駅を発車。いやでもこれなんでなかなか発車しなかったんですかね。これ動画を回し始めた時点でドアを閉めてから10秒くらい経ってましたから、これなかなか発車しませんでしたね。そして高尾を発車してもまだ LCD っていうのは大月行きのままでしたね。これもう終点の塩津まで行き先っていうのは変えないままで行くんですかね。これどうせなら塩津行きってやつも見てみたかったですかね。いやこれはちょっと残念。そして列車は高尾を出て少しやってきたんですが、列車は随分山の中に入ってきましたね。この中央本線っていうのは東京駅から出てる、まあ厳密には中央本線の起点は神田ってことになってるんですかね。東京から高尾までっていうのはそこまで中央本線って感じはしませんがね、高尾よりも先の区間では中央本線って感じが出てきますよね。そして線形っていうのも高尾までは比較的まっすぐな区間が多かったんですかね。高尾よりも先の区間ではこのようにカーブが多くなります。まあ高尾までっていうのは今でこそましてですが、中央線ができた時っていうのは一面雑木林だったみたいなんで、まっすぐ線路を引くこともできたんですかね。高尾よりも先の区間ではこのように山の中を走っていくんでね、どうしてもカーブっていうのが多くなってしまうんですね。そして列車が今から入るトンネルは小仏トンネル。小仏トンネルといったら中央道の小仏トンネルがよく渋滞が起きるトンネルとして有名ですかね。これ中央線にも小仏トンネルがあるんですね。中央本線、中央道ともに小仏トンネルで小仏峠っていう峠を越えていきます。そして小仏峠を越えることで東京都から神奈川県へと入っていきます。そう、これ面白いのが、東京都を出るといきなり山梨県に入るのではなく神奈川県を課するんですよね。中央本線が神奈川県を走ってるイメージってあまりないんじゃないかなと思うんですがね、実際には少し神奈川県を課すっていてね、駅的には次の相模湖、それからそのお隣の藤野っていうのは神奈川県にあります。ところで今走ってるこのトンネル、これ大きさがかなり小さいのか分かりますか。これはこの小仏トンネルに限った話ではないんですがね、中央本線のトンネルっていうのは蒸気機関車が走っていた時代に作られたものが多くね、蒸気機関車用の小さいサイズのトンネルが多いんですよ。そのため中央本線の高尾よりも西の区間ではどの車両も走れるってわけではなくね、中央本線の狭いトンネルに対応した車両しか走ることはできないんですよね。とまあこんな感じにベラベラ話してきたんですが、列車はなかなかトンネルを抜けませんね。いやほんとこれ長い。まあ、ではあとは出口まで早送りでお見せしようと思います。
港でようやくトンネルを抜けます。いや、ほんとこれ長かったですよね。そしてあの後もまたいくつかのトンネルを抜けたんですかね。このトンネルを抜けたら間もなく列車は相模湖駅に到着いたします。そして間もなく到着する相模湖駅。この駅っていうのは高尾駅の一つお隣の駅なんですかね。高尾駅から相模湖駅までっていうのは結構駅間距離があってね。確かこれ10キロぐらいあったんじゃないかなと思います。いや、これ結構ありますよね。そして列車は相模湖駅を出てしばらくやってきたんですかね。列車はここでまたまたトンネルに入ります。そして間もなく列車はトンネルを抜けるんですかね。いや、どうですかこれ。列車はトンネルを抜けるとまたすぐに別のトンネルに入ります。そしてこのトンネルを抜けるとまた別のトンネルに入るみたいです。そしてさらにこの先、これ見えますかね。また今入ったトンネルを抜けるとさらに別のトンネルに入るんですね。いや、ほんとこれすごいトンネルが続くなった、そんな感じ。そして間もなく列車は藤野駅に到着するんですかね。ここで画面上の方に注目してほしいんですかね。これわかりますかね。これ行き先が塩津駅になってるんですよ。これはもう塩津が結構近づいてきてね。これやっぱ大月まで行けないってことが分かったんで塩津駅に変えたってことなんですかね。いやでもこの塩津駅っていうのは滅多に見られないと思いますよ。さっきも言いましたが非常に珍しい行き先です。そして列車が今到着した駅は上野原駅。そしてこの次の駅が終点の塩津なんで最後の途中停車駅となるんですかね。ここでふと思ったんですが LCD の行き先が塩津に変わったってことは外の行き先表示幕も塩津幕に変わったんじゃないかなと思うんですよ。なんで私はこの駅で一回降りて見てみたいと思います。そして列車は上野原駅に到着。そして行き先表示幕はすごい。これ塩津に変わってるよ。まあもうこれ発車するとまで乗り込んでこうと思うんですかね。これっていうのは非常に珍しい光景。なかなか見ることはできないと思います。まもなく終点塩津お出口は右側です。中央線鳥沢大月方面はお乗り換えです。今日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。電車とホームの間の空いているところがありますので足元にご注意ください。降臨の際はドア横のボタンを押してください。The next station is Shiotsu Terminal, JC28. The doors on the right side will open. Please change it for the dual line for Torisawa and Otsuki. Thank you for traveling with us and we look forward to seeing you again. Please watch your step when you leave the train. Please push the button beside the door to get off the train.そして間もなく列車は終点の塩津に到着するんですかね。いや、どうですかこの放送。間もなく終点塩津 The next station is 塩津ターミナル。こんな放送なかなか聞けないと思います。そして列車は終点の塩津駅に到着。この駅では松本駅の普通列車と接続を取るみたいです。だからこの後大月方面に行く人は松本駅に乗り換えてくださいね。で、そういうことなんですね。まあ、では私はこの駅で降りたいと思います。そして列車は終点の塩津駅に到着。いや、そして残念。行き先用事幕はもう中央特快東京駅に変えてましたね。ここまで乗ってきた列車っていうのは折り返し、中央特快東京駅となるようです。私は塩津駅がすでに出てたんですかね。いや、これそう、これ塩津駅の駅舎めっちゃ綺麗になってますね。これね、2年ぐらい前まだね、これね、なんかもっとね、こういい雰囲気のね、こう駅舎だったんですかね。これすごいね、新しい駅舎に変わってます。そしてこう塩津といったらね、あちらあれね、コモア塩津がね、こう有名、まあ車高エレベーターですね。まあこれ前に紹介した動画出してるんで、詳しく知りたい方はそちらの動画を見てほしいんですかね。そこもね、なんかあんな感じですごい綺麗になってるわ。いや、これすごいですね。まあでもね、私はね、今回特にこう、塩津に用事があったわけではないんで、こうとっととね、こう戻りたいと思います。で、今回は中央線の台みたいな影響で爆弾して塩津駅になってくるっていう動画だったんですが、どうでしたか。いや、ほんとこれね、なかなかにこう、違和感ありましたよね。またね、この動画はここまでにしたいと思います。皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、共有、どんどんお願いします。ではね、この動画はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。